本日は広島引きです。ありました？ありました。到着いたしました。はい、着きました。ここはどこですか？ここは広島です。明日、明後日、今日1件入ってるんで。で、明日、明後日はもう1日なんですよね。明日、明後日はもう丸1日ずっと入ってるみたいなんで。丸1日立ち会い。はい。感謝しかないですね。ありがたいです。はい、頑張ります。和田さん、どこ行くんですか？あ、こっちは間違えた。こっちだった。ホテル行って、飯食い行きます。人生初お飲みしラーメン。どうでした？いや、もうなんか、あれですよ。今まで、こういうのしか食ってこなかったじゃないですか。ああ、確かにね。たまには、いいっすね。ああいう醤油ラーメン。あ、どうぞどうぞどうぞ。はい。8時49分。はいはいはい。前に来られても入れないと言われたんで。そうですね。待ってます。今日丸一日ですよね。今日丸一日です。9時から6時ぐらいまで。はい。じゃあ意気込みをお願いします。そうですね。ちょっと面白く、ね、みっちり入ってるんで、はい、下は多分いじらない方がいいと思うんで。綺麗な全面の感じで、どこまでしたいかっていうところですね。どうですか、トリバーでもう少しこうしたいとかってありました？ハムの長さとかが、長さ、ちょっと使ってもらってなんですけど、今どうですか、感覚的に。感覚的にはすごくいいです。大丈夫そうですか？はい、大丈夫です。一回じゃあこれで、はい、入れて様子見てもらって、ちょっと時間があると思うので、じっくりそこは微調整していきましょう。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとそれで磨いていきますよ。はい。ご飯もいただいて、はい、美味しくいただいて、はい、次は2時なんですけれども、はい、1時37分ですね。はい、午後はどんな感じでしょう？4人います、午後。うん、セットとかですよね、確かね。そう、セット、午後1セットなんで。今、唇当たる感じとか大きさ的な。組み合わせはまだ調整できてないので、出具合的には多分カリバに比べると、特にこっちは中に入ってると思うんですよ。カリバに比べるとあまり長くしすぎちゃうと、ここに負担かかってきちゃうんで、変な話、これがこう少し前にこう出てくる可能性はあります。これ以上大きくしない方が僕はいいと思います。ただやっぱりなるべくは大きく寄り添ったものに作ってあげたいっていうのもありますし。例えば長いよとか大きいよとか、パッと見たときに。バランス的にはそんな悪くないなとは。いいようにして。大丈夫ですよ。はいはい。前ちょっと出てるのが気になるっておっしゃってたので、それをちょっと中に今回は入れてきてます。はい、はい、大丈夫ですかね。はい、じゃあ、まあ、今回と同じような形で作っていきますよ。はい、はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。今からどこ行くの？今からいやよく飲みましたね。いや酔っ払いましたもんマジで。大丈夫です。明日朝パキってキしてくる。はい、お願いします。バッチリ決めてきます。じゃあお疲れ様。ください。じゃあまた明日。お疲れです。お疲れ様。明日また。はい。今日も朝から患者さんいるんで、はい、もう向かう途中に 100% 幸之助になってくださいね。幸之助 100%。 はい、できない。それぐらいだったら頑張れそうですね。まあ、午後は今回の広島ツアー、はい、ラスト1人ですよね。そうです、あと1人。次の患者さん、はい、はい、本当に締めにね、いい感じでお願いします。頑張ります。じゃあ、一つ面白い話を。面白い話ありますよ。なんすか。じゃ長くなるから。長くなるかな。長くなる。何の話ですか。今短くして1ミリぐらい短くして全体を、しかも内側に引っ込めてますね。ということで、はい、広島駅出まして、はい、名古屋も越え、はい、ようやく東海圏に入ってまいりました。はい、まもなく三河安城でございます。お出口は左側でございます。指定席を買ったんですが、はい、自由席に乗った。今回、広島、遠征、2泊3日の旅を、全て終了してまいりましたけれども、はい、家に帰るまでが仕事ですね。ということです。はい。はい、感想を。はい。今回の広島の旅行は、でもね、本当ね、なんだろう。行ってよかったことが多々あったのと、まあ、初体験もちょっとできたかなと。だからその人が求めているものと、僕が思う理想とはやっぱちょっと違うんだなとは、また改めて思いましたね。色とかね、形とかの、そうそうそう、その趣味嗜好じゃないけど、そうそう、好きな傾向がね、違うっていう、やっぱこういうのはちょっと立ち会い行かないとわからないんでね、まあよかったなと、思いましたね。はい、ということで、広島仕事してるよりも、お土産買った方が疲れたと。お疲れ様でした。ってください。